昨日20歳の誕生日を迎えた将棋の藤井聡太王位が神戸市で挑戦者豊島将之九段との対局に臨みました。3連覇がかかる今回の王位戦はここまで両者1勝1敗で、中盤戦の第3局で抜け出すのはどちらか、藤井王位20代最初の対局に注目です。